皆さんこんにちは、リニモニカーンササです。はい、今日はね、一人画角となっておりますが、ちょっとあるメンバーの方から重大発表あるということで、早速ですがそのメンバーお呼びしたいと思います。お願いします。はい、こんにちは、リニモニカーのシニボンドです。暑いね、顔が照ってます。はい、ちょっと私の方から重要発表の方させていただきたいと思います。私シミボンド、一回気持ち整える、うん、すいません、ちょっとかなり深刻な内容になっているので、まあ今年のまあ夏をもちましてですね、8月をもちまして、社会人1年半となりました、うん、以上です、あとあれだわ、あと全然関係ないけど、この前彼女にあの足のネイルを塗られて、もうにっこりマークがついてこっちはこっちはこっちはもう怒りなんです。え、もしかしてガチガチガチ、あの君からの報告以上、あ、もう、あ、ナイスナイスありがとうございます。え、それだけ？もう普通に、え、はい、以上です。あ、マジっすか。いや、だって、いや、社会人になってさ、1年半経つんでしょ、うん、え、割とこう、ターニングポイントじゃないこれ待って、俺、発音良すぎて全然聞き取れない。いや、僕今回この企画やったのは、君ら2人から重大発表それぞれあるからっていうことでこの企画やってるんですよ。はいはい、君からは、え、いや、まあ重大って思うのはまあ人それぞれかもしれませんが、はい、俺はこれ重大だと思ったので以上です。あ、以上ですはい、ということで、ということはこれはマッツの方から重大発表あるんですかね。どっちかというのはね、重大の彼の方だ、ね。はい、じゃあちょっとマッツをお呼びしたいと思います。お願いしますね、まさかあっちにね、T シャツ黒かぶりなんですけどやばい、オスロじゃ負けてるもんね。んん、ギニモニカの松田です。怒られるからはい、はい、まあ報告はね、僕からの報告になるんですけれども、はい、なんて言えばいいかな、気持ち整えた方がいい。そうだね、うん、あ、まあ9月の1日からお仕事始まります。え、今までじゃあ仕事してなかったってこと？会社には所属してるんだよね、うん、だけど今コロナが流行ってるわけじゃん。超流行ってる。そうで、その仕事柄ちょっとまあ出れないっていうか、はい、あんまり需要がないよっていうことで、もう1年と半年ぐらいかな、1年半ぐらいは、うん、もう働けてない状況になってたわけなんだけれども、うんうん、ちょっとその人事の方からね、はい、まあ、今後の方針が決まったのでっていうことで、まあ、1年間ですけれども、まあ、自分が本来やるであろう仕事とはまた別な仕事を、うん、やることになったんだよね、はいはいはい、で今こうしてね、まあ、マサボも含めて青森で撮影してるわけなんだけれども、うん、その自分が1年間なんだ、お仕事をする場所っていうのがちょっと離れちゃうんだよね、うんうん、どこだったっけ、仙台になるんだけれども、ごくよくした、うん、全然全然は、わいはときたのわい、まあ、とりあえず仙台で働くことになるんだけれどもね、はい、まあ、こうして集まって撮影することがさ、もうできなくなっちゃうっていうか難しくなっちゃうんだよね、今みたいにね、できなくなっちゃう。月1とかじゃん。そうだから、こう長期休みとかみんなで会って、うん、もう3人で撮影するっていうことになったり、まあ、そのね、仙台にいる間とかは個人の企画が増えたりだとかなると思うんですけれどもね、まあ、決してまあ僕たちね、 YouTube 始めたからにはね、やっぱりこう上を目指していきたいなっていうのもあるのでね、
こう辞めるつもりとか全然ありませんので、はい、そこだけはあのご理解いただければなっていうふうに思っております。まあでもまあ撮影する機会はね確かにね、なんていうのそうね、撮りづらくなるけども、そうだね、うん、言うてね俺ら単品でも割とねやれるっつうか、そうだね、3人集まってめちゃめちゃ面白い、まあ、単品でおもろいのは君だけだ。いやいやいや本当に今後も続けていきたいと思ってますので、はいはい、今後ともリニモニカの方応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、ワイカオでやってんのに、はい、暑いっすね。この部屋何度あるんでしょう。エアコン機能してる、どんどんどん温度これ買ったでいいですか。バッチリ使うかもしれない。バッチリ使うかもしれない。やばいよ、うん、せっかくね締めようとしたんだけどこの後どう終わりにつなげようかちょっと迷ってるので責任取ってもらっていいですか。はい、ということで、まあ、リニモニカの松尾からの重大発表ということで今後とも、私たちリニモ、リニモニカをよろしく、どうぞよろしくお願いいたします。いいんじゃない。はい、以上リニモニカでした。バイビー、バイビー、冷やしピース。